皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄橿原線土休日天理始発の大和西大寺行き急行の行き着く先についてお送りします。以前の動画で2021年7月変更ダイヤでの橿原線の大和西大寺行き急行について紹介いたしましたが、2022年12月変更のダイヤで様相はさらに変わりました。そこで今回は土休日ダイヤで運行される天理始発午前昼の大和西大寺行き急行について、大和西大寺に到着後どうなるのか検証していきます。それでは最後までよろしくお願いいたします。天理駅の時刻表、大和西大寺方面の時刻表を見ると、土休日は午前に3本、昼は14時台から16時台にかけて3本運行されています。これらの電車について検証していきます。まずは天理8時55分発の列車、はてさてどうなるのか。入ってきた電車は4両編成です。さあ天理駅を出発です。ご乗車ありがとうございました。
この電車はこの駅まで。奈良、大阪ナンバー、尼崎、神戸三宮、京都方面はこの駅です。お忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございます。右側の扉が開きます。ご注意ください。乗車することおよそ19分、大和西大寺に到着しました。到着後の列車を見ると方向幕は真っ白に。そして天理方へと移動し、車庫線へと入っていきました。ということで、天理8時55分発の列車は大和西大寺到着後、車庫に入る運用になっていました。ここからは時間の都合上、大和西大寺にとどまって検証します。次に検証するのは天理10時ちょうど発の列車、大和西大寺着は10時19分です。さあ、その時刻がやってきました。天理方から入ってきた電車はすでに行き先表示が大阪難波行き急行になっていました。ということで、天理10時ちょうど発の列車は大和西大寺到着後10時21分発の大阪難波行き急行として運行するという運用になっていました。午前の最後は天理10時38分発の列車、大和西大寺着は10時58分です。入ってきた列車の行き先表示はすでに大阪難波行き区間準急になっています。この後、奈良から大阪難波行きの急行が入ってきました。そしてこの急行が先に発車して11時4分にこの電車が出発します。ということで、天理10時38分発急行は大和西大寺に到着後11時4分発の大阪難波行き区間準急に変わる運用になっていました。2時間40分経過し、再び天理駅に移動した中の人、続いて乗るのは天理駅14時ちょうど発の大和西大寺行き急行。この電車、平畑13時40分発各駅停車の折り返しなんですが、よく見ると6両編成。天理平畑間の各駅停車にも間合い的ではあるものの、6両の各駅停車が走ることがあるんですね。それにしても気になったことがありまして、何かというと、この電車西野橋にも停車するんですが、西野橋の文字が灰色、そして下も横線になっていて通過駅の扱いがされているんです。どういうことなんでしょう。そんなことを言ってたら出発の時間が来てしまいました。
郡山を出発。前方からは天竜駅急行がやってきましたが、こちらの電車は4両編成。しかも阪神直通に対応した車両。こちらにもちょっと注目しておいてくださいね。後々聞いてきます。西野京駅出発時のアナウンスに耳を傾けてみましょう。次は大和西大寺大寺駅です。なお、この電車は次の大和西大寺から大阪南部行き急行に変わります。さあ、京都方面は乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。大和西大寺大寺駅です。なお、この電車はこの駅から大阪南部駅に急行に変わります。なんとこの電車も行き先変更が発生しました。それにしても展示シャープの電車はかなりの確率で行き先変更が発生しますね。とか言ってるうちに列車は大和西大寺に到着。到着した列車を見ると、確かに行き先表示は大阪難波行きの急行になっていました。出発時刻は14時22分。天に14時ちょうど発の大和西大寺行き急行は、大和西大寺到着後、14時22分発の大阪難波行き急行として運行する運用になっていました。ここからは大和西大寺に待機してさらに検証していきます。次の電車は天理15時9分発、大和西大寺着は15時28分です。とこの時刻を聞いてピンときた方はかなりの通。以前の動画でも登場したあの電車なんです。何はともあれ待ってみましょう。到着する直前、奈良から4両で電車が入ってきました。行き先表示は神戸三宮行き快速急行。ん？快速急行なのに4両？一瞬首をかしげてしまいそうですが、この後その疑問は一気になくなります。天理型から電車が入ってきましたが、この電車の行き先表示も神戸三宮行き快速急行。そう、この電車2021年7月変更ダイヤから運行されている大和西大寺で増結する仏八の神戸三宮行き快速急行。当時のダイヤと変わったのは入線する順番。以前のダイヤでは天理からの電車が先に入線していましたが、2022年12月変更ダイヤからは奈良からの電車が先に入線するダイヤになっています。どのようにしてこの仏八の快速急行ができるかというと、まず天理からの電車ですが、この電車どこかで見覚えありませんか？そう、先ほど乗車した列車の前面展望で見られたこちらの天理行き急行、京都発13時20分の電車です。そして奈良からの電車は大和西大寺駅にて15時6分ごろ、2番乗り場に車庫から回送電車が入ってきました。シリーズ21の車両2編成をつないだ4両編成になっています。その後出発して奈良方面へと向かいます。その電車が奈良15時21分発の神戸三宮行き快速急行として出発。この2列車が大和西大寺で増結して、そこから8両編成で
神戸三宮まで走るという運用になっているというわけです。ということで、天理15時9分発の大和西大寺急行は、大和西大寺到着後、奈良から来た電車と同結して、大和西大寺15時32分発、8両編成の神戸三宮行き快速急行として運行される運用になっていました。今回最後に紹介するのは、天理16時ちょうど発の列車。大和西大寺到着は16時18分です。時刻は16時18分。ちょうど天理方から入ってきた電車の行き先は、大阪難波行き急行。大和西大寺発は16時22分。ということで、天理16時ちょうど発の大和西大寺急行は、大和西大寺到着後16時22分発の大阪難波行き急行として運行する運用になっていました。ということで、まとめるとこんな感じ。今回調査した6本のうち、実に5本の列車が大阪難波方面の列車に化ける運用という、化け列車の大豊作になっていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。また、このチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。